撮ってるんですか。あ、はい、ちょっとなんか使えたらいいなと思ってこちらです。今日は、今日は土浦の騎乗、騎乗盆栽店ですね。コンビ活動中の昼間さんと遊びに来ました。一枚で行け。はい、一枚で行け。はい、騎乗盆栽店に来ています。これいいですね。800円。800円。ああ、いいですね。800円です。800円か。つるめまど切って短く切っても大丈夫なんですかね。これがいいですよ、シートさん。これ。それ18,000円。ああ、本当だ、安いっす ね、 ね。1500円。すごい安いじゃないですか。録音これ1500円ってすごいな。これなんだろう、すごい。1500円か。これだ、1日全部1500円だな。1500円だ。これ変わった端が1本だね。2、4、5個。これすごいな、これ買っちゃうと予算オーバーだね。なんか変わってるけどね、これ。あ、こいつは大学生ですか。1年生ですね。19歳ですもんね。いいよな、19歳でこんなの来たら。19でやったらすごいことないですね。鉢もいいじゃないですか、これね。山明の鉢で。へえ。この枝の針金かきから鉢合わせ、植え替えの根のさびき方も全部盆栽っていうのチャンネルを通して、そうですか、はい、いろんな人が勉強させてもらって、はいはいはい。もう今の知識は全部ほぼほぼ盆栽級から勉強して。盆栽級の昼間さんから。盆栽級のありがとうございます。全体的に重いって、この辺が。だからこの展示終わったらこの辺で詰めちゃおうかな、うん、で小さく、まあここ全部抜いちゃってもいいんですけど、ただそこまであれ勇気がないんで、こんぐらい でこっちもまあちょっと詰めて。ぜひ昼間さんの意見をいただきたい。いや、私もね、これ見た時やっぱちょっと起こしたいなって、ずっと力強さ、ここがこう横にね、こう横になってるのがちょっと起こして力強くなって、そしたら私だったらこう抜いちゃうかなって。あ、起こして本人を目の前にしてこうした方がいいとか言うのも失礼だなって言っていただくって。わざとこう同じ出したんですよ。本当はみんな前回と今回変えるんですよ。ああ、なるほど。前回出した時に昼間さんが会えなかったんで、だから今回わざと同じの出して、昼間さんにちょっと意見もらいたくて。ああ、じゃあよかった。わざと出したんですよ。これ撮ってるんですか。あ、一応流してください。そうですか。でもさっき角度を変えた時にやっぱグッとね、力強くなりますよね。もう一回なんか角度をかけたやつを。どんくらいですか。もうちょい。あ、それぐらいですね。いいですね。それぐらい。ちょっとこう上にグーッとこう上がっていく感じが力強くで、ストーンと落ちるんで、そうするとこれがもうこう取っちゃって、ね、これですね、うん、見えますよね。見えますね。これでね、こういう感じで。はい。そっか。それでそうするとこれが効いてくるんですね。ドーンとね、これが効いてくる。落ち枝にギュッと使うとかいうのは流れがやっぱりこっちですよね。そうするとここはむしろない方が今度これが効いてくるんですね。ドーンと今2つあるから、多分重いって言われたのそういうことだと思うんですよね。
やれば今のどこだろう、30度ぐらいです。25度か30度ぐらい上げて、そしてまあここ効かせても、そう、そこ見せ、まあ、ちょっと彫刻して、うん、もうちょっとそうですね、その性格ねじれてるんで、そしたら私のがこれ撮っちゃうな、動画見て確認しないと。そうですね、そうですね。これ目はなんか先端摘んだんですか、これ。うん、これ鼻ついちゃう症で、あ、鼻を取ったんですね。で、あ、山木だからね、鼻はつけない方がいいって言って、あ、そうですね、全部一個一個ピンセットで、はいはいはい、取って、そうですね、生姜どこなのかっていう話になって前も、そうですね、まあでも山木っぽくていいんじゃないですか、うん、やっぱ山から取ってきた、うん、そのままの本性の発祥で、うんうん、そうですね、うん、貴重ですからね、本性のね、うん、すごい。でもこれをいきなり買ったっていうのは普通19歳では買わないです。買わない気ですよねなんか服とかね、いや、そうそうそう、周りはみんなそうですね、うん、服はね、買ってもまあ、うん、10年持てばいいぐらいで、うん、靴も、うんうん、でもこれは何十年ね、そうですよね、で今まで何人もの人が持ってきたものですから、そうですよね、でまた次の人だとね、次の人にもまた、そうですね、うん、いいこと言いすぎて何を使ったらいいか何を使ったらいいか、これもすごいな、うん、ここからね、シャリがこっちまで、折れて曲がってるっていう、このシャリのこの板シャリとこの鉢がまた合ってて、これはいいですよね、この合わせ方は、これはいいですね、このね、これもね、この板の感じが、ミニミニミニだけやってたら分かんない感じ、あ、さっきのアイアンハウスはすごいですね、うん、そうなんですね、この枝抜くとかね、はい、耳の楽しみってどこなんですか、やっぱ肘、ちっちゃいままの肘がどれだけで古さで見てるところが、やっぱ枝、一の枝、二の枝とかっていうよりは、うん、ほとんど枝は切らないというか、うん、枝一本で見たりとか、実一つで見たりするので、うん、もう極限、本当水も難しいので、これで10年、あ、これで30年、40年とかいう、そのいかにこの鉢で持ち込むか、はい、では太らせないために、あの剪定ですよね、そうです、剥げ抜けとほぼかけないですよね、ミニだと、もう車枝とかカンヌキとかやったら枝なくなっちゃう、そうですよね、あの商品もありですよね、あのカンヌキとか何でもかんでも抜いたらいいってわけじゃないですかね、この石で、うん、まずこんだけ真っ赤になるものがないって、あ、うん、赤いさんってらっしゃいました、これだけ赤いのは赤いさんで、うん、なかなかない、見たことないですね、赤いのね、今回も特別に、あの茨城の展示会ですけど、足利から、あ、そうなんですか、いらっしゃる方で、本当だ、特別に、へ、あの出していただけて、わあ、これもなかなか、うん、すごいですね、古いですね、へえ、ヒイラギ飾るなんてね、かっこいいな、かっこいいですね、うん、どうや、どうやがきね、あ、ポケジュンすごいいいですね、ちょっとね、そうですね、ちょっと庭の柿の木っぽいこの枝のこの暴れた感じが好きだな、自然体で、そうですね、そうですね、こういうのがいいな、こういうですね、ヒュンってこう上がり跳ねる感じが、ポーンとね、あの実がついてるのは下がってるけど、ないのがファンと上がる感じね、柿はそうですもんね、梅とか柿、うんうん、自然の ね、そのまま、いい、そんなね、針金かけてないって感じが、このパッケさん、すごいですこれ、すごい、いや、すごい、これは今回も、まあ、皆さん話題になってますね、なりますね、これちょこちょこっとついてるのがまたいい、こっちもいいし、バランスもいい、こっちもいいしね、こっちもすごいですね、そうか、見てない、あ、
かさ、あすごいな、目玉ですね。すごいとかしてやん、すごい、これはすごいですね。なんか搬入の時にやっぱ遅れてやってくるじゃないけど、ずっとここだけ開いてみんな飾り終わった後に一番最後にこれがやっぱ違うんです。いい絵だな。親子師匠です。師匠です。親子親子より離れてるかもしれない。奥さん、ツイッターあの拡散情報発信は、ツイッターツイッターとインスタグラム、インスタグラム、モク盆栽さん、インスタ始めないといけないな、なんじゃ、あれ4分待ちだとあれあれ。